クリルタイプ、クリルタイプ、クリアタイプは、Microsoft Windows XP 以降の Windows が搭載するディスプレイ文字のアンチエリアシング技術である。液晶ディスプレイの構造である1ピクセルが R,G,B の3サブピクセルで構成される点に着目し、R,G,B の各サブピクセルを個別に発色させて、横方向の見かけ解像度を向上させ、 実解像度以上の精細な文字表示を可能とするサブピクセルレンダリング技術である OS である Windows 上の1ピクセルとディスプレイ上の1ピクセルが固体をする液晶ディスプレイで最も効果的だが解調レベルの制御によりアパーチャーグリル感など一般的な CRT ディスプレイも実用的な効果を得るクリルタイプと ほぼ同様の技術は1998年に登場した MacOS 8.5などでも使われ、Adobe が開発したも同様のサブピクセルレンダリング技術である。クリルタイプによる視認性の向上は使用するフォントに依存するため、単一色の中間階調で保管する標準アンチエイリアスとは異なる。クリルタイプの根幹技術にヒンティングとスムージングがある。 ヒンティングは文字を構成する線の太さと幅を調整して見かけの向上を図る技術で制御情報はフォントに内包される。スムージングはアンチエーリアス同様に発色の違いでジャギーの平滑化を図る技術である。グッティによるクリルタイプとダークトライトによるナチュラルクリルタイプに対別される。Windows XP は Windows で最初に クリルタイプを搭載したバージョンで、クリルタイプは初期状態で無効であり、手動で有効にする必要がある。日本語版、Windows XP は和文のプリインストールフォントである m s i c m s p i c MSUI5 時、MS 明朝、MSP 明朝が、それぞれ小サイズの画面表示用に内蔵する、ビットマップ等を表示するために、クリルタイプは、効果しない。 マイクロソフトオフィス付属の HG フォントはビットマップを内包しておらずクリルタイプが利用可能である。Windows Vista のリリース後に配布されたフォントの名利用をインストールしてインターフェースフォントに指定すれば Windows Vista と同様にクリルタイプが有効な日本語インターフェース実現するが名利用は初期設定の MSUI5 時よりも文字幅が広いためシステム画面で 有効化すると、メニュー表示の長尺化によるスクロールや、ダイアログボックスの画面外逸脱などが発生す。場合があり、テーマの詳細設定を修正して、デザインを変更する必要がある。Windows Presentation Foundation WPF は、従来の水平方向のサブピクセルレンダリングに、加えて垂直方向のアンチエリアス処理も施す。 WPF の新しいクリルタイプを利用するためにアプリケーションが API を呼び出す必要があり WPF を含む Net フレームワーク3.0以降をインストールしても従来のアプリケーションや Windows のインターフェースは垂直方向のアンチエリアスが有効とならないが WPF4 は変更されてダークトライトを用いる Windows Vista は ビットマップを含まないフォントであるセコエ UI を、日本語版は、名利を、それぞれ新たに採用し、コントロールパネル、エクスプローラー、標準メッセージボックスなどインターフェースの一部に、クリルタイプを使った文字を採用する。プロパティページなどの各種ダイアログボックスは、MSUI5 字を用いるため、内蔵ビットマップが表示されてクリルタイプは、有効とならない。Windows 7は、 Windows Vista 以前のグディグディに変わる 2D グラフィックス API としてダイレクト 2D ダークトライトが追加されている。テキスト描画に関するダークトライトのクリルタイプは WPF と同様に垂直方向のアンチエリアスが追加されたほか文字間隔の最適化なども調整されて従来のクリルタイプに対してナッチエルクリアータイプと称するが利用するために WPF と同様にアプリケーションがダークトライトの機能を呼び出す必要がある。Windows 7のインターフェース、コモンコントロールは g o d i による従来、クリルタイプを用いるが、機能が向上したクリルタイプチューナーを標準搭載する。Windows 7と Windows Vista に提供されるインターネットエクスプローラー9は、Web ページの描画に g o d i ではなく、ダイレクト 2D ドレクトライトを用いる。 名理を元にした自腹が狭いフォントの名瞭 UI を新たに標準搭載するが MSUI5 字を完全に置き換えるものではなくインターフェースの一部に用いている Windows 8日本語版はインターフェースにこれまで MSUI5 字を用いた部分も名瞭 UI を用い全体の視認性やインターフェースの統一感が向上している Windows 8に 標準搭載されて Windows 7にも提供されるインターネットエクスプローラー10もインターフェースにセゴエ UI と名を UI を使用している。Windows 10日本語版はクリルタイプの描画を前提にデザインされたフォントのゆごじ UI を採用した。スタートメニューや設定アプリなどのテキスト描画はグレースケールレンダリングで描画品質が背景色に左右されるクリルタイプの サブピクセルレンダリングは用いない。非常に小さなフォントサイズでビットマップフォントに比べて視認性が低下することがある。グッティのクリルタイプは水平方向、X 方向のみをアンチエイリアス処理する。ラテン文字は画数が少なく高さが揃っており、垂直方向のアンチエイリアスを行わなくとも問題が少なく、斜線や曲線による造形が主であるため文字幅も 狭くて、イタリック表記も、一般的など、水平方向のサブピクセルレンダリングの恩恵を受けやすく、緩やかな曲線の多いブラーフミー系文字も親和性、高い。一方、漢字などの複雑な事態は、線分が接合、もしくは表示されないなどの問題を生じ、大きなポイントの文字は、本との造形に関わらず緩やかな曲線などで、ジャギーが生ずる。 WPF やダークトライトのクリルタイプは垂直方向、Y 方向もアンチエイリアス処理するために蒸気の問題は改善されている。漢字など複雑な事態はクルタイプなど水平方向のサブピクセルレンディング垂直方向のアンチエイリアシングを組み合わせるレンダリングの効果が高い。マイクロソフトオフィスシステム2007は大きなポイントのフォントはクリルタイプを使わずに 標準アンチエイリアスをグレースケールモードで用いる。オフィス2013はグリに代わってダークトライトを採用したがアンチエイリアスはグレースケールモードを用いる。メイリオは膨大なヒンティング情報を格納することでデザイナーが意図する字型を表示するがアウトラインのジャギーや文字不等仕高などを生ずるフォントもあり、クリルタイプの走行はフォントの造形や実装に左右される。 画面上の表示を前提としているため、スクリーンショットの印刷や、ディスプレイで拡大や縮小など設定と異なる、解像度で表示する場合のほか、ディスプレイを回転して表示する場合もソフトウェアが、対応していない限りサブピクセルの並びが逆になり、表示が不自然になる。クリルタイプは、サブピクセルレンダリングの特性から背景色に、描画品質が左右され、透明なデブバッファに、 クリルタイプを適用してテキストを描画すると予期しない合成結果となることがある。WPF や d i r e c t 2D はアルファモードに応じて自動的にアンチエイリアス方式をグレースケールモードに変更して対処している。メイリオやセゴエ UI などクリルタイプに最適化されたフォントを使用する場合、クリルタイプを無効にすると表示が淡くなり、視認性が低下する。 マイクロソフトが Windows XP 用に提供するフリーウェアで文字の濃淡や RGB の並び順をディスプレイに最適化するなど微調整を可能とするインストールしてコントロールパネル内で表示するものと ActiveX を利用してブラウザで操作するものがあり Wind Windows VistaWindows Server 2003-2008でも使用できる Windows 7以降は クリルタイプテキストチューナーが標準搭載され蒸気の機能に加えてサブピクセルの発色の微調整などより細かい設定が可能である。サブピクセル発色を使わずモノクロームのスムージングも可能だが縦方向のスムージングは行わず標準アンチエイリアスとは異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。